てありがとう。おはようございます。やっほー、ごめんね、昨日は配信できなくて。ごめんね。そう、昨日配信お休みしたんですけど、あのメールの返信、 X でメールの返信すごいいっぱいみんな心配してくれて嬉しかったです。ありがとうございます。でもだいぶ良くなったので、だいぶ良くなったし、昨日病院に行けたので、そう、でも今日もね、ちょっとお仕事なので、あのなんだっけなんだっけ、何言おうとした、あ、配信は9時半で終わるので、9時25分になったら壇上を見たいと思います。ありがとう。目の前にメーナがいるから視界に入ってきて、かわいい。ローモバ最終日、ほんまやん。確かに今日はね、今日ですね、皆さん、ローモバ、ローモバ今日までな、今日の18時まで、あと1,2,3,4,5,6,7,8,9 9時間、あと9時間と9時間で終わります。あ、泣いているのはね、プーちゃんですね。プーちゃんは今お家の中でや、見てくる、見てきますね、かわいい。プーちゃんはまだ練習中なので、配信で見せるのもね、ちょっとまだ難しい、あのうまく見せれないもうメーナはもう完璧なので、メーナはあれなんですよ、手足が短いし、ずっしりしてるからこうちゃんと映れるんですけど、
プーちゃんはまだ赤ちゃんなので、赤ちゃんって言ってもまあもう1歳ぐらいだけど、あのまだ動き回りたい、動き回りたい子なので、しかも動画長いから配信で見せるのが難しいんですよ、メーナと比べて。メーナが来た。写真集2冊予約完了。2冊で足りますか2冊で足りますか、足りますか皆さん最低10冊はお願いします。ね、バリ貼った？よかった。あのその店舗によっても特典が全部違うから、その特典もね皆さん全部コンプリートしてほしいんですけど、あの HMV さんのみの、 あの限定カバーもあってその普通は通常カバーなんですけど、HMV さんのとこで買ったら限定カバーになってるから、あのカバーが違うんですよ。カバーがその HMV さんのとこ、HMV さんだけ、HMV さんのとこで買ったら限定カバーになるので、そうでも限定カバーをゲットできるのは HMV さんだけなので、あの皆さんカバーもどっちもゲットしてください。そう、雰囲気がめっちゃ違います。あのどっちもリオを自分で選んだんですけども、あの雰囲気どっちも違うので、そう本当に違う、全く違うし、もうどっちも超最高なので皆さんどっちもゲットしてください。カバーも2パターン、通常と限定どっちもゲットしてください。そう、しかもメイナはね慣れてるからね。試験さんありがとうございます。ぜひフォローしてください。そうですね、普通に勝てたら10冊はいきそうですね。そうだよね、そうなるね。カバーも特典も全部コンプしてください。ふん、写真集のタイトル？まだですね。でもね結構大変なんですよ、写真集のいろいろ決めるのが。その先方の方、その写真集をこうやってくださる方々とリオの、なんていうの、伝えたいものを一旦マネージャーさんに送って、マネージャーさんを通してこう来るから、なんかすごい時間がかかるのとあのめちゃめちゃ伝わりにくくて結構難しいんですけど、だから結構いろいろと一つ決めるまでも時間がかかるので、そうなんですよ。
難しいんですけどね。9月4日公園投げてみました。9月4日は僕隊か、嬉しい。8月25日分にはありがとう。タイトルまだ決めてないよ。タイトルまでまだ言ってない。先にその表紙とか中表紙とか裏表紙とか、あと普通にその写真集丸々の中身を今決めてる途中みたいな感じ。リオの発売日は9月28だから、ちょうどあと1ヶ月ぐらいか。今8月22、ちょうどあと1ヶ月くらい。そうだから直接打ち合わせしたいんやけどね。でもタイトルもあのいろいろ候補考えてるんですよ。そうあの考えてどんなのがいいかなって考えて、でなんかあこれいいかもって思いついたやつは思いついたたびにスマホのメモにメモして、そうメモしてます。メモしてから忘れんようにしとる。けんさんありがとうございます。ぜひフォローしてください。何25分になった？はや。まだ1分しか喋ってないよ。え？まだ1分しか喋ってないよりよ。ほんまに1分しか喋ってないんやけど。受験さんありがとうございます。ぜひフォローしてください。あと皆さん写真集の公式 X あのでいろいろとなんだっけあのオフショットとかも載ってるし、詳細系も全部載ってるので、写真集の公式 X まだあのフォローしてなかったら絶対してください。皆さんよろしくお願いします。あとオフショットとか出たらいいねもお願いします。拡散もお願いします。それではダンジャムね。13位桃太郎さんありがとうございます。12位梅っちさんありがとうございます。11位ビリさんありがとうございます。10位満月ライダーさんありがとうございます。9位岩ちゃんさんありがとうございます。8位ひよさのたけさんありがとうございます。7位コアラさんありがとうございます。6位ゆずきちさんありがとうございます。5位道グラスさんありがとうございます。4位台湾高尾さんありがとうございます。3位ウィンディボーイさんありがとうございます。2位スーカさんありがとうございます。そして1位はドゥルルルルルルルパーンカープズキシ君さんありがとうございます。ありがとう。てかね、黒のペンが本当にないんですよ。どこに行ったんだろう。黒のペン消えちゃった。そう、ずっと帰ってこない。
ずっとないんですよ、見つかんない。3つの椅子のように見えます。あ、これ確かに切れ目が入ってるから、確かに一つです。1位かぶずきしくんさん、ありがとうございます。あ、お話し会の受付もしてますね。え、お話し会の受付明日までですよね、多分全部が早っお話し会の受付自体全部明日の13時まで。今回短いね、再販ね、短い、超短い、短いですね。私からも皆さん待ってます。待ってるよ。ローモバ、そう、ローモバも今日の18時で終わりなので、皆さん残りあと少しよろしくお願いします。それでは配信を終わりたいと思います。今日もお仕事頑張ります。夜まで、夜配信はできないんですけど、また明日会いましょう。ご自愛ください、受けるそれでは皆さんもほどほどに、頑張りすぎず乗り越えましょう。それではバイツーン、またねー、バイツーン。